うわあ。おーい。おい、そこのマルチウェポン。お前だよ、お前。なあ、もしかしてプレイするの今日が初めて？うん、さっきインストールしたばっかりで。うん、では刹那でよければいろいろ教えるでござるよ。え？お主も早く一人前になりたいであろう。そうであろう。黙って頼っときなって。損はさせないからさ。ああ。されば決まりでござるな。ではメンバーアドレスを渡すでござるよ。メンバーアドレスとは、ザ・ワールドの中でだけ使えるショートメールのアドレスのことだ。ショートメールを使えば、お互いがザ・ワールドでプレイしている限り瞬時にメッセージを送り合うことができる。ちなみにザ・ワールドではメンバーアドレスを持っている相手しかパーティーに誘うことができぬ。それじゃメニューを開いてみようか。ここに表示されているのは、お主がメンバーアドレスをもらった人のリストだ。オッケー。じゃ、一緒に頑張ろうぜ。刹那がお主の刃になろう。よし、これでパーティー編成は完了だ。パーティーに誘えるのはログインしてる相手だけだから要注意。さて、前置きはこのくらいにして、そろそろボン。これは
カオスゲートっていう転送装置だ。俺たちプレイヤーはこのゲートを使って今いるタウンから別の場所へ移動することができる。転送メニューを選んでくれ。ザ・ワールドではフィールドとかダンジョンとかルートタウン以外の場所をひっくるエリア A はカオスゲートへ3種類のワードを打ち込むことで移動できる。このワードの組み合わせ次第転送先のエリアのタイプとかモンスターの強さ、じゃあ実際にワードを打ち込んでみようか。エリア、これがワード入力画面だ。一番上にあるのがワードプレート。この枠の中で3種類のワードを組み合わせて、画面の左端にあるジャイロは今持っているワード。ワードのストックはメールや BBS、 他のプレイヤー。さて実際にワードを入力してみようか。ストックの中から勇みゆくを選んでくれ。よし、これでエリアの指定は OK。 あ、そうそう、ワードの脇にマークがついてるだろ。それはサーバーシンボルといって、現在のサーバーを示している。今表示されているのはデルタだから、つまり今俺たちがいるサーバーは、ワードが一緒でもサーバーシンボルが違うと転送先も違ってしまう。友から冒険に誘われた時はまずサーバーシンボルに気を。もっと詳しいことを知りたかったら BBS とかを調べればいい。よし、それじゃデルタサーバー。さてと、ここがフィールドだ。ではマップを開いてフィールドの構成を見てみるでござる。これが全体マップだ。この画面では現在位置とかミッションの内容とかクリアレポートなんかを確認できる。ここに表示されているのがミッションだ。ミッションっていうのは、エリアの達成目標みたいなものかな。ふんふん、ここのミッションは収集点。証しのかけらというアイテムを3つ集め、獣人点へ到達すればクリアでござる。証しのかけらは祭壇に置いてある宝箱の中に入ってる。祭壇はモンスターが守ってるから、モンスターに見つからないようにうまく宝箱を開けるか、モンスターを倒して宝箱を開けるか。これが祭壇アイコンでござる。まずはこのアイコンを目指し宝箱を開けて回るのがよろしか。で、このアイコンが獣人殿アイコン。最終目的はここに到達する。さてミッションも確認したところで、そろそろ参ろうか。ちょっと待った、アスター、もう一個忘れてた。さーて、うむ、早速祭壇発見だな。押せ。バトルが始まると、こんな風にバトルエリア、バトルエリアはバトルフェンスで囲まれてて、一度バトル唯一逃げ無理玉という特殊。今は俺もアスタも持ってないんで。ほら、うん、ほら、お、結構うまいじゃん。思ったより簡単でござる。
落ちろ。うまい。あとは好きなように。お、また祭壇。次はスキル攻撃について教えて。やったろうじゃん。さっき教えた通常攻撃や連続攻撃、スキル攻撃ってのはこれより。今表示されているパネルが4枚表示されている。それぞれのパネルに対応したボタンを押せばアーツを。では試しに疾風掃除。疾風掃除。オッケー、バッチ。スキルトリガーは単なるショートカット。例えば敵の攻撃を止めたり自分の攻撃。いよせん。大事なことを忘れる。トリガーにはもっと重要な使い方がある。忘れてないって。よし、いいぞ。では、ハセオの好きなように。うん、それがいいな。やったろうじゃん。あっほら、うん、キリンが。ほら、うん、とどめだ。コラウッシュ。こんなものか。よし、よくやった。それじゃあ最後に獣人伝を目指してみようか。先ほど教えたようにマップを見て確認すると良いでござるよ。
これがサニワの神、フォルセトの像だ。俺らは単に獣人像って呼んでるけど、公式の設定じゃ結構偉い神様らしいぜ。ほら、あそこ宝箱が備えてあるだろ。あの中にはここでしかゲットできないレアアイテムが入ってるんだ。ハセオ、開けるでござるよ。いいのか？いいからいいから、初心者が遠慮すんなよ。ありがとう。何？宝箱のアイテムは君の獲物。セツラの獲物は君。逃げ惑う子羊を一瞬で消す。なんて快感なんだろう。お前みたいなバカはこのゲームやる資格ないんだよ。おいおい、今回はセツに切らせてくれると約束したであろう。これはセツの獲物でござるよ。あっけないね。インしたばかりの初心者はこんなもんでござるか。ほらほら、なんか言ってみろよ。もしもし。まったく、ちょっと優しいふりするとコロッと騙されるんだよね。おい、まだいるんだろ。なんだ。Welcome to the world.